はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、セゾンゴールドアメックスを実質年会費無料で発行ということで、今回はセゾンゴールドアメリカンエクスプレスカードについてですね、この動画では今回発行したセゾンゴールドアメックスの発行した経緯や今後の使い道についてお伝えします。すでに実質年会費無料で発行するキャンペーン自体終わってるんですけども、今後もこのようなキャンペーンが行われる可能性もあるため、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう。 ということで、今回ね、僕が発行したカードはこちらでございます。その名も、セゾンゴールドアメリカンエクスプレスカードということで、まあ、僕のね、ツイッターをフォローしていただいている方であれば、まあ、ここ最近ね、発行して届いたよっていうツイートを見られた方も中にはいらっしゃると思います。で、カードのスペックはこんな感じでございます。まあ、公式ページからそのまま引っ張ってきたんですけども、年会費自体は、初年度は年会費無料なんですけども、2年以降1万1000円であったりとか、マイルを貯めたりとか、永久不滅ポイントであったりとか、まあ、ゴールドカードの優待があったりとか、まあ、そういったものがあったりします。で で、その今回ね、セゾンゴールドアメックスを発行して、先ほどお伝えした年会費がですね、税込1万1000なんですけども、今回は実質年会費無料で発行できましたということでございます。まあ、この実質年会費無料についてなんですけども、ざっくりですね、それまでに至った経緯をお伝えすると、もともとですね、僕、セゾンパールアメリカンエクスプレスカードを持ってたんですよね。これまで何度か動画で紹介をしたことある、こちらのクレジットカードなんですけども、こちらを持ってる状態で、次に、セゾンクラッセっていう、まあ、セゾンカード 内ののラランキングランキグクみたたいなががあるるんでですよそれが持ってる状態でたまーに使っっててランクがその3の状態だったんですよ、ねまあ、わかりやすくですね、実際にどの画面で出てくるのか見ていただきたいんですけども、こちらがね、セゾンポータルっていうマイページがありまして、真ん中下にクラスセっていう項目があります。それをタップすると、こういったセゾンクラスの情報が出てきます。で、今月のあなたのクラスはということで、まあ実際にですね、僕星3つの状態だったんですよね。これは2021年の8月時点でこの状態だったんですよ。で実 実際にこの星3についてなんですけども、こちら見てほしいんですが、500から599のスコアっていうんですけども、その場合はこの星が3つの状態でございます。で、今回僕が発行したセゾンゴールドアメリカンエクスプレスカードについてはですね、発行するためにはセゾンクラスが4以上でないと申し込むことっていうのができないっていうような状態なんですよね。なのでご覧の通りですね、8月の時点では申し込むボタンがグレーアウトしてる状態で発行ができなかったんですよ。まあ、実際の僕の星3の 時のスコアが8月時点では539の状態だったんですよねなので先ほどもお伝えしたこの星3の状態にはなるんですけどももし発行する場合はこの星4以上でないと発行することができないということでございます翌月までにはまあ4以上というふうに記載してるんですけどもまあ、600以上ですねスコアを上げておく必要があるということでございますなのでスコアを上げるためにセゾンクラスセ内のミッションがあるんですけども例えばペントス君の質問に回答するっていうのがあったりとか そういったもので、スコアを上げることができます。わかりやすくね、先ほどのページから見ていただければわかるんですけども、先ほど出てたスコアのところから少し下に下がると、ここにですね、ペントスくんからの質問というのがあります。これを実際にタップすると、まあ、いろんな質問があるんですよね。まあ、期間限定のものがあったりとか、普通のライフとかアクティビティお気に入りとか、こんな風に出てるんですけども、例えば何かしら一つですね、タップすると、いろいろ出てきます。例えばここで,ですね、一番上のところをタップすると、 本人とということで、まあ、アンケートっぽいのでもちろんねもももちろろんんん嘘でででで大大丈丈夫夫だと思うすすすけども何かしら選択すれば大丈夫ですでいろんな風に入力をしていくと、こんな風にスコアが上がります。一応、こちらのグラフについては、539のスコアの状態なんですけども、この8月の時点で、とりあえず634まで上げたような状態だったんですよね。539から8月の時点で634まで、まあ、いろいろね、アンケートを入力したりとかして、なんとか、その月でスコアを、この数字を上げることができます。 で、ここからなんですけども、翌月にですね、やっとこのセゾンクラスの4に反映をすることができたと。まあ、実際の画面がこれですね。9月に入って今月のクラスが、先ほど3つだった星が4つにアップしてる状態で、まあ、これは600以上クリアしてたら、翌月に4つになってるということでございます。なので、こんな風に634の状態で、先ほどの星の部分が4つに増えてるということでございます。なので、その月に増えるのではなくて、翌月に星が1つ増えてるっていううなイメージですね。ちなみに 今回はセゾンゴールドアメリカンエクスプレスについてお伝えしてるんですけどもこのセゾンクラスでですね面白いのが星4から6の得点っていうのがまあいろいろあったりもするので結構まあ一つのねミッションとしてこなしても面白いのかなと思いますもしセゾンカードを持ってる方であればねで実際にですねここのセゾンゴールドアメリカンエクスプレスカード年会費優遇特典っていうのをタップすると先ほどまでタップできなかったこの部分の申し込むっていうところがタップできるということでございますちょっと嬉しいですねぶっちゃけホッとしてますでこれをですねタップすると。 こんな風に、まあ、今回の優遇特典のついての情報が出てきます。セゾンクラス4以上のお客様へ、セゾンゴールドアメリカンエクスプレスカードを最高の条件でご招待いたしますと、これ嬉しいですよね。ご招待っていうね。ちょっとね、期限は過ぎてはいるんですけども、9月30日の17時申し込み完了分までということで、まあ、僕ね、結構悩んだんですけども、まあ、ギリギリのギリギリで30日に申し込みました。通常の年会費が税込1万1000円が年間1回以上のカード利用で、なんと実質年会費無料になるっていうね、激圧で、 ですよねしかもねちょっとこちら下の方にも少し出てるんですけどもファミリーカードの年会費が通常1名様につき1100円税込みだったんですけどもこれ本会員様が年会費無料期間中は無料ということですのでもしご家族で利用される方もなかなか熱いカードの一つになりそうですよねで諸々入力してってとりあえずね申し込み開始をして無事にね発行とまあ、到着をしたということでございますなかなかねちょっと経緯がややこしいとこではあったんですけどもとりあえずセゾンクラスの 数字を上げてって翌月に発行ができたというような感じですねでこれについてなんですけども噂によると年に1回このような正体があったりするらしいのでまあ、おそらく今年はこれで終わりだと思うんですけどももし来年とかも僕と同じようにセゾンパールアメックスなど持ってる方はまあ、来年どこかでね狙ってみても面白いのかなという風に思いますでそもそもなんですけども僕の場合なぜ発行したのかっていうところが気になると思うんですよまあ、ざっくり僕なりの理由をですね3つ挙げるとすると例えば1つ目なんですけどもこれ 内の空港ラウンジということでまあ、元々ですね僕ステータスカードと言われるものはこちらの以前ね動画にも紹介させていただきました JQ エアポスゴールドカードを持ってますで今回はさらに1枚追加ということでえゴールド持ってるならこれだけで良くないっていう風に思う方中にはいらっしゃるかと思うんですけども今回のね国内の空港ラウンジについてですねちょっとこちらを見ていただきたいんですがこれは僕が住んでる福岡県の福岡空港なんですけども福岡空港の場合はラウンジが大きく3つに分かれておりますラウンジタイムノース、ラウンジタイムサ ラウンンジタタイイムインターナナショナルとということで、これは国際線の方ですねでまず一つ目のこちら、ラウンジタイムノースの方ですね。見てほしいんですけども、それがこちら、ラウンジタイムノースカード会員ということで、まあ僕もね、何度か利用したことがあるんですけども、この施設紹介の右下のカードのところを見てほしいんですが、まあ大体のステータスカードとか持ってる方は、まあ対応してるっぽいんですよね。アメックスもそうですし、JCB とか、まあゴールド以上のものが大体使えるんじゃないかなと思うんですけども、このアメックスもそうなんですが、ここにですね、ち、ちら、小さくエポ ススっっててて出るるるとととと思ううんでででですすすよなのの JQ エポスゴールドをを持ってればこここラウンジを利用することができるといいございますもう一つのこちら、ラウンジタイムサウスの方なんですけども、それがね、こちらなんですが、この施設紹介の指定のカードのところ見てほしいんですけども、アメックスは入ってるんですけども、あれれと思うと思うんですよ。そうなんですよね。エポスが入ってないんですよ。以前ね、僕もここ利用しようかなっていうふうに思ったことがあったんですが、JQ エポスゴールドでは入れなくて、あれれっていうふうになっちゃったんですよね。なので、もしね、利用するときに、今回 今回のセゾンゴールドアメックスを持ってればおそらくここは使えるのかなと思うのでそのでそために今回ね、まあ、発行したということもございます。なので、また旅行とか行くときにね、いつかまた利用しようかなと、ちょっと楽しみです。続きまして二つ目なんですけども、こちら、セゾンアメックスの CP でこれキャンペーンのことですね。今現在、セゾンアメックスではこのようなキャンペーンが開催されております。amazon 30%であったりとか、デマイカン20%、ガスト30%、アップルストアウーア、ップルのサービス30%、そしてタミューズカー30%ということで、まあ、セゾンアメックスのカードってたまにこういったね、キャンペーン キャンペーンをちょくちょくやってくれるので、まあ、これが年会費無料で使えるのであれば、なかなか熱いのかなと思います。しかもね、僕の場合、セゾンパラメックスを持ってますし、今回のセゾンゴールドアメックスも、それぞれ1枚ずつで参加ができるので、それがね、また便利がいいかなと思いますね。まあ、キャンペーンによるんですけども、今回のこのアマゾンとかね、普通にアマゾンギフト券とか使っても、すぐに、キャンペーンとして反映がされたりとか、あと、アップストア内で何かしら課金とかするときとかも、たまーに使ったりするので、なんちゃかんちゃね、こういったキャンペーンって役に立つ があっったたりししまますすなののでねね今回発行はは個人的には結構助かってます、ね、そして最後3つ目の理由なんですけどもこちらただただ欲しかったということでございますもうねこういった発信をしてるとねやっぱりクレジットカードもねもう一つのコレクションにやっぱなってくんですよねまあ、大してそんなに持ってはないんですけども僕もね今回こちら発行したカードそれをねこのカードフォルダー一応 Amazon で1200円ぐらいで購入したものなんですけども一応64枚収納することができますでこのカードケースの中に かりとこんな感じにね入れちゃいましてあとはもう眠らせておくだけということでございますちなみにこのカードケースね個人的に気に入ってはいるんですけども枚数が増えるとこのねパチッと止めるところが閉まらなくなりますんでまあ、そこだけ気をつけてください念のためアマゾンリンク貼っておきますまあそんなこんなで今回はセゾンゴールドアメックスを実質年会費無料で発行しましたよということについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきましたまあ、正直なところ今回のこのカードについてはメインカードとはならないので、まあ、こういったキャンペーンの時とかさっき 先ほどお伝えしたようなラウンジの時とか、まあそういった時にすごく活躍はしてくれそうだなという風に思っております。まあ、他にもねまあ、声優とかそういったお店で5%オフになったりとか、結局不滅ポイントが貯まったりとか、他のね。メリットも結構あったりするので、そこはおいおいね。僕も調べていこうかなという風に思っております。もしですね。今回、このセゾンゴールドアメックスを発行された方いらっしゃったらですね。こういった使い方おすすめですよ。とか。 この方法は結構いいですよっていう、何かアドバイスがあればですね、コメントいただければ嬉しいです。で、特に必要ないと思うんですけども、先ほど紹介したね、カードケースも概要欄にリンク貼っておきますんで、また気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。